皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学1年の歴史、鎌倉時代の生活についてお話しします。まず武士の生活からお話しします。武士の生活、当時武士の多くは地方の農村に住んでいました、ね、この領地を治めていたんですけれど、この領地、土地は実は自分のものじゃなかったんですね。武士が持っていたのは土地から収入を得る権利、これだけを持っていました。普段は農民と共に農業をして、馬や弓矢の武芸で体を鍛えていました、ね、これはいつでも戦いに出られるように備えていたと、ね、このことをもののふの道と言います。この当時武士が乗っていた馬ですけれど、きっと今皆さんがイメージしている馬とは違っていると思います。当時の馬というのは体高、ね、体の高さですね、これが130センチから140センチくらいしかなかったんです。今でいうとポニーより一回りか二回り大きいくらいの馬です。サラブレッドという競走馬があります。あれが体高が160センチから170センチですから、だいぶ小さい馬だったんですね。それからこの時代、悪い地頭が出てくるんですね。頼朝が国ごとに守護、荘園や公領ごとに地頭を置いたんですけれど、この地頭、仕事は土地の管理と税の取り立て、この仕事だったんですけれど、これ荘園領主に頼まれて税を集めてきて領主に納めるという、こういう形で仕事をするんですけど、この税をごまかしたり、農民から余分に自分の税取っちゃったり、農民を自分の土地で働かせたりしましたね。ですから荘園領主と揉め事がとても多かったんですね。で、荘園領主も困ってしまって、じゃあ地頭受けという契約をしましょうと。地頭受けというのはどういうことかというと、ある決まった量を年貢として集めて納めてくれれば、あとはあなたにあげるよっていう、ね、こういうような、簡単に言ったら契約なんですね。それから荘園を、じゃあこっからここまではお前にやるからちゃんと働いて、ね、年貢集めてきて納めてねというようなことをしました。ですから地頭はどん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 ね、力をつけていったんですね。で、農民ね、この悪い地頭のために苦しい生活を強いられるんですけれど、でも自分たちもね、もっと楽になりたいということで、農民たちが収穫を増やす努力をします。その努力、ここにありますけれど、まず水車や水路を作って灌漑の技術を発達させました。灌漑というのは田んぼに水を引いたり、田んぼから水を外に出したりする、こういう技術ですね。これを発達させました。それから耕すのに牛や馬、これを利用するようになっています。それから草や木を焼いた灰とか糞尿を肥料にしました。さらに鉄製のすきやくわなど、丈夫ですよね、鉄製ですから、こういう農具を使用するようになってきました。そしてさらには、ね、稲と麦の二毛作がこの時代から始まります。この二毛作というのは、1年のうちに、1回は稲、2回目は別の作物、ここでは麦ですけど、を作る、別のものを作ることを二毛作と言いますけれど、これと別に二期作というのがあります。これは1年に同じ作物を2回作る、作り方です。こうやって収穫を増やす努力をしたので、農民たちの手元に残る作物増えていきました。増えた作物をね、売って自分が必要なものと交換する場が必要になります。そこで定期市が開かれるようになりました。定期市というのは月のある決まった日にちに定期的に開かれる市のことです。ここでは農産物だけでなくて手工業品、ここで言ったらすきやくわなどもそうですね、そういうものが取引されています。そして中国の宋銭が使われるようになってきました。これなぜかというと、例えば
自分が持っているものと相手の持っているもの、ね、自分が欲しいものを相手が持っているとは限らないし、相手が欲しいものを自分が持っているとは限りませんよね。そういう場合は取引が成立しないわけです。でもお金だったらいくらいくらという金額を払えば、ね、それが手に入ります。でいくらいくらで買ってねって言ってお金が今度自分に入ったら、今度はそのお金を使って、自分が欲しいものを手に入れることができる。今と同じような取引ができるわけでね、そういうことでお金が使われるようになっていったんですね。当時は中国の宋銭、これが使われるようになりました。そして商業が発達すると街道が整備されていきます。そして交通の要所に馬借とか問丸という運送業者が現れてきました、ね、馬借というのは馬に荷物を乗せて運ぶ人のことです。問丸というのは荷物を運ぶだけじゃなくて、もっと広い範囲で、いろんなことをしました。例えば年貢や物資の運送と保管もします。さらに販売したり取引の仲介などもしました、ね、幅広い、ね、商業のことをやった。それが問丸なんですね。今回は鎌倉時代の生活、ね、これについてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。